やばいっす。まあ、ビッグミニが墜落しちゃいました。という感じで、今ねマビックミニを意図的にちょっと、不時着させました。で今ねどこにあるかちょっと分かんないんですよ。見てみましょうか。どこにあるかちょっと分かんないですよね。はい、ということでね今ね意図的にドローンちょっと不時着させたんですけど、どこにあるか分かんない状態でしたよね。それをね今からこのプロポン中のアプリを使って探してみたいと思います。どうやってやるのかっていうのはね軽く紹介しようと思うので、画面キャプチャーできてると思うのでそちらをご覧ください。はい、画面の右上の点点点を押します。で安全の項目の中から一番下の方に行きますね。はい、ドローンを探すっていう項目があるんですよ。こちらをタップしますね。はい、でドローンを探すっていうので今地図が出ました。うん、はい、どこにあるんでしょうね。別の地図をしようってやってるか、 Google マップ。あ、これね今ね Wi-Fi がないんですよ。だからちょっと見れなくなってますね。まあ Google マップでも探すことができるみたいですね。 Google マップでこの場所まで行くことも可能みたいです。こちらね墜落現場なんですけども、ちょっと僕も行きましょう。まあほぼほぼね、ほぼほぼ近くまで来てるはずだと。ここら辺に墜落したんだよなっていう時にこのドローンを探すの、ドローンを探すのですね、この右側にね光点滅とビープ音を開始っていうのがあるので、これを押してみましょう。これでねまあ暗かったりすれば光もねあるので、光と音で探すことができます。はい、ありました、ありましたね。はい、こちらちょっとこのまま持ってきましょうか。はい、こういう形でなんかプロペラも動いてますね。若干振動かな、振動で揺れてるだけかもしれないんですけど、こうね LED も点滅して音もビープ音が鳴っております。これをアプリのねドローンを探すの方からオンオフができるんで、ちょっともう切りますね。はい、こういう感じでビープ音をね鳴らしてドローンがどこにあるのかを探すことができるっていうね機能がついております。なのでまあもしね墜落してしまったっていう時に、例えば今もう暗くなってきてるところなんですけども、場所の特定が難しそうだったら暗くなるのを待ってからビープ音を鳴らすことによって光でね探すってこともできますし、場所が近くまで分かりそうだっていう時であれば一回ねビープ音鳴らしてみて、すぐ真下とか真上とかねその周辺まで行ってみるっていうこともできます。でバッテリーがねどうしてもね減ってしまうので、あまりやりすぎるとですねバッテリーの残量の方が減ってしまうので、無理にね見つからないときは無理にビポンとか鳴らしすぎるのではなく、一回鳴らしてみてどこら辺かっていうのを見当つけて、その周辺まで行ってでさらにもう一回探す、まあソナーみたいな役割なので、何回もねずっとやってるとまあバッテリーなくなっちゃうんで、限りあるバッテリーを有効にね活用しながら機体を探すってことができます。まあ水の中入っちゃったりバッテリーが抜けてしまったりするとビップ音を鳴らすっていうのができないので、そういう探し方はできないんですけども、まあ、まだ電源が入っている、カメラ映像がねついてるっていうことであれば、電源は入ってるってことになりますので、はい、こちらねビップ音を鳴らすっていうのをやりながら探してみたらいいんじゃないかなと思います。まあドローンフライトする上で墜落っていうのはまあしてしまうこともあったりします。僕も墜落はやっぱしたことあるので、それは仕方ないことかなとは思います。でも避けられるんであれば、そこら辺は日々の練習とか勉強によって避けることができる、墜落しないような最大限の努力をしていく方がいいんじゃないかなと思いますね。ドローンやっぱりね墜落させちゃうと修理代とかね結構ショックなので、はい。であとはですね自分のドローンを見つけるってのももちろんなんですけども、ドローンですねもしどこかに墜落してそのまま回収ができなかったら、これ産業廃棄物の放棄になって不法投棄になってしまうので、事業をやられてる方だったら確か罰金の額もすごいでかかったと思うんですよ。前僕なんか別の動画でも多分喋ってると思うんですけども、罰金とかすごい重い罪になりますので、ドローンもし墜落させてしまってもせめて機体の回収は絶対にするっていう、そこら辺はドローンパイロットとしてね意識しながらやっていったらいいんじゃないかなと思います。
です。はい、今日はね、こんな感じでフライトはちょっとね、してない、ほぼしてないんですけどね、上げて落として探すっていうだけしかしてなかったんですけど、ちょっとね、まあ、夕日だけにね、雲がかかっちゃってるんで、今日は別にいいかなっていうところです。なんか雲の流れがいつもとね、逆側に流れてて、不思議な感じなんですけど、もしね、ワンチャンこれ抜けたら綺麗なのかなってことで、まだバッテリー残量が、ですね、60% あるので、チャンスがあれば、撮影してみようかなとは思いますけどね。はい。はい、そんな感じで今回はマビックミニを探すっていう機能を使って墜落したドローン、どこにいたか分かんなくなってしまったドローンを探すっていうことをちょっとやってみました。皆さんもね、ぜひお家の中でも試すことができるので、あ、こんな機能あったんだ、こうやって使うんだっていうのを、いざという時にね、スムーズに使えるように練習してみたり実験してみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで今日の動画は終了します。最後までご視聴いただきありがとうございました。